ャンネルのポンポンとポンさん、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。ポンさん、今日は片岡組についてお話をよろしくお願いします。はい、三代目山組組当時の片岡組の王さんの話を今日はしたいと思います。王さんの話、はいはい、王さんはね、前にもちょっとあの話して出てきたことある人なんですけど、はいはいはい、とにかくね、その王さんは前も言いましたけど、はい、怖い人なんですよ。怖い人、はい、自分片岡組の方何人か、まあ、仲良くさせてもらってたんですけど、はいはい、まあ、その中でもダントツに怖い人なんですよ。ダントツに怖い王さん、はい、はい、自分 の仲良かった浜の片岡組の人も、はい、みんなほんまに怖いって言ってました。よっぽど怖いんですよね。怖いんですよ、はい、まあ、その王さんの話なんですけどね、はい、王さんは、はい、車の免許がなかったんですよ、はい、それで国税会の人が、はい、運転免許学校っていうんですかね、はい、そこに顔が利いて、はい、通わなくても、はい、卒業の資格をもらえると。もちろん、すごいじゃないですか。そうなんですよ、はい、そういう方がいてたんですよ、はい、それ、まあ、知り合い通じて、はい、その方紹介されて、はい、王さんがお願いするんです、はい、その時に一緒にロングの高層でロング行ってる人、はい、その人らも何人か、はい、その人にお願いするんですよ、はい、国政会のその人にね、はい、それで何事もなく、はい、卒業の証明もらって、はい、免許も取れたんですよ、はい、本命は自分の力で取らなくちゃいけないんですけど、はい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 、まあ無事取れたんですよ、はいはい、それが半年ぐらいしたらね、はい、学校側から何かでめくれて、はい、事件になったんですよ、それが、はい、それでその人もパクられたんですよ、その国政会のその人もね、はいはい、口聞いた人もパクられたんですよ、はい、それで王さんが国政会に電話入れるんですよ、はい、どういう状況かっていうのをね、はいはいはい、みんなパクられるんかと、なるほど、事件に原因になるんかとかいろいろ聞くんですよ、はいはい、それで国政官の人はじゃあ弁護士と喋ってくださいと、はい、その方が早いと思いますよってことで弁護士の電話番号を教えたんですよ、はい、弁護士はそれ分かれへんと、どうなるんか今後、はいはいはい、いう、まあ、返答がはっきりしなかったらしいんですよ、はいはい、それまた国政官に電話かけて、はい、その人間と近い人間、はい、だからそこのその人の若い子とか、はいはいはい、国政会のそういう担当してる人間とか、はいはい、会われへんかと、なるほど、いうことで行くんですよ、会いに国政会の人が、はいはい、で王さんと会って、はい、王さんはわしはかまへんやと、はい、酒やめれて、はい、健康になって帰ってこれるから、はい、まあいいと、1年2年ぐらいの懲役大丈夫やと、はい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 、でもそのロング行った人は、はい、あかんと、パクらすわけにいけへんと、なるほど、はい、ちょい帰ったばっかりやし、はい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 、さすがにそれはわしが下手打つんやと、はい、わしが声かけたやつやから、なるほど、そこだけはどねえかなれへんかっていう話をその国政が書いた担当の人に言うんですけど、はいはいはい、その人がちょっと横柄な態度を取るんですよ、はい、それはお互い悪いことしとんのに事件になるならんはわからんやろと、はい、警察もどこまで調べてるんかもわからんし、はい、学校もどこまで言うてるんかもわからんから、ここで約束できへんって言うんですよ。なるほど。王さんはその態度に、さっきから誰にも言うとんやわれってこうなってくるんですよ。はい。怖い人やから。はい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 。誰に向かっても言うとんじゃこらってこうなっていくんですよ。なるほど。国政会の人も、はい、いや、でもお互いにリスクがあって悪いことしてるわけでしょと。はいはい、まあ、ごもっともなんですよ。はいはいはい。国政会の人が言うのも。はい。お互いリスクがあってやってんのに、それを事件になってからここだけ助けろとか。はい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 、ここだけどうしろとか、それは今までパクられたのがあるから分かるでしょと、はい、いう、まあ、ごもっともなことを言うんですよ。確かにそうですよね、言うんですけど、はい、もう王さんはそれでせやなと思う人じゃないから、はい、何じゃいこらあれと、はい、これもしそのロング懲役勤めた人がパクられたら、はい、けじめの話だぞこらと、はい、悪かるんけじめとかんとこらってこう向きになって怒り出すんですよ、はい、だからまあそれは事件になってからで、じゃあ話しましょうかって、まあ、国政官の人もパンって席立って帰るんですよ。はい。そしたら、それが片岡の組長の耳に入るんですよ。はい。その件でトラブってるっていうのがね。はいはいはい。でも片岡の組長は国政官と揉めるなと。はい。まあ、なんでですかってなるわけじゃないですか。はい。そしたら、片岡の組長は元石和会の佐々木組の出身なんですよ。はい。国政官の一番最初の組織って黒沢組
で、はい、で山一の時に引退して国政会になったんですよ。なるほど。その黒沢組の組長の黒沢のおじさんのことを、はい、心の兄貴やって思ってるんですよ。なるほど。だから黒沢は俺の心の兄貴やから、はい、国政会とは揉めるなと、はい、それは兄貴に対してやむけどもと一緒やと、はい、穏便ない話で終わらせよって王さんは言われて、はい、しぶしぶ下向くんですよ、はい、クソと思いながらね、はい、でもこの国政会のパクられた人は、はい、全部止めて、はい、自分だけで懲役行くんですよ。すごいですね。それはどういうふうに止めてたんかっていうのも分かんないんですよ、はい、警察と何か話あったんか、はい、それかも学校側がもう事件にしないでくださいって頼んだんか、はい、どうなったかちょっと分かんないんですけど、はい、その窓口になった人間、はい、数人はパクられたんですよ、はい、学校とかね、はい、それで免許は取り消しになったんかも分かんないですけど、はいはいはい、逮捕は誰もされなかったんですよ。なるほど。その王さん側のね、はい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 、だから揉めることは結局なかったんですけど、はいはいはい、片方の組長のそれも言葉もあってですけど、はいはいはい、まあことなく終えたんですけど、はい、王さんにあれもしパクられたらどうするつもりだったんですかって、まあ、自分が長い片方の人が聞いたらすんですよ、はい、もう俺は長い懲役行ってたやろうなと。あーなるほど。そのロングの人がやっぱりパクらしたら、はい、カッコつかんと、はい、だから俺はロング行ったと思うよと言ってたらしいです、うん、なるほど、はい、でもこの王さんは本当に怖い人なんで、はい、やってたと思います。やってたでしょうね。やってた、本当に怖い人ですから。すごいですね。表に出てないこといっぱいあると思いますよ、この王さんが絡んだことで。王さんやばいですね。はい、王さんやばいです。わー、まあそういう風にね、悪いことをしたらいけないんですけどね。はい、やられた方も大変ですけどね、それもしやられてたらね。そうです、一緒に悪いことしてね。そうですよね。国際会の方が言ってるのも当たり前の話なんですよ。そうですよね、はい、やっぱり王さんは無茶苦茶だっていうことですね。無茶苦茶というか怖い人だっていうことですね。わかりました。ポンさん今日もありがとうございます。ポンポンチャンネルでした。チャンネル登録よろしくお願いします。 See you。